はい、おはようございます。吉村農園です。だいぶ秋が深まり冬が近づいてまいりました。はい、こちら先週に引き続きですね、今週、昨日ですね、多分夜、雨が降ったので、御嶽山は雪が降りましたね。吉村農園からはこれしか見えませんが、一応雪が降ったことが分かりますね。そしてブルーベリーの方は、草刈りが一通り終わって今剪定をしている真っ只中ですが、見てください、色が変わりました。そうなんです、ブルーベリーも、紅葉するんです。ブルーベリーの場合はですね、春に花の、白もしくはピンクの色に花が咲くんですが、春のお花、そして夏の収穫、そして秋の紅葉 と、冬以外はですね結構楽しめます。まだこれ剪定する前で、この畑は多分来年の春にすると思いますけども、夏に伸びた、新芽が一斉に赤くついております。山々の紅葉とに比べたらちょっと早めになるのかなって感じですが、皆さん、ぜひ紅葉を見に開田高原まで遊びに来てください。そろそろ新そば出てますね。新そば美味しいです。ぜひ皆さん、開田高原までお越しください。お待ちしてます。それではバイバーイ。